ウィーン国立音楽大学は、ウィーン日本部を置くオーストリアの音楽大学である。1812年に設置された、音楽と舞台芸術のための総合芸術大学である。中でも、指揮科は世界最高峰と言われ、多数の世界的指揮者を輩出している。ウィーン市には、ウィーン国立音楽大学と二分してきた、ウィーン私立音楽院が存在したが、ウィーン私立音楽院は、 市の財政難により民間に移行。ウィーン私立音楽芸術大学となった。さらに現在では新たな私立ウィーン音楽院も存在する。東大学は長い歴史の中でウィーン楽友協会音楽院、ウィーン音楽院、ウィーン音楽アカデミー、ウィーン国立音楽大学と学校名が解消されてきた。音楽家のプロフィールには以上の革命賞が しばしば登場するが、古い音楽家の場合、ほぼ現在のウィーン国立音楽大学のことを指す。大学名称変歴、専攻科には、弦楽器、管楽器、打楽器、ピアノ、声楽、チェンバロ、オルガン、ハープ、語楽器、室内楽、作曲音楽理論、指揮、気楽伴奏ピアノ、声楽伴奏ピアノ、室内楽ピアノ、ギター、オラトリオ、 教会音楽、声楽演技指導などがあり、選択講座として、ミュージカル、舞台音楽、音楽教育学、楽器学、呼吸法、音楽療法、ジャズ、ミュージック&、サウンドエンジニアリング、エレクトロアコースティック、メディア音楽、コンピューター音楽、電子メディア、現代音楽のためのパーカッション、など設置されている。中でも、指揮科は世界最高峰と言われ、 バルター、カラヤン、アバド、アーノンクール、メータ、シノーポリ、ヤンソンスほか、多数の世界的指揮者を輩出している。また、その指揮官の付属機関として、ウィーンプロアルテ管元楽団があり、ウィーンオンライン出身の精鋭が団員として指揮者の卵たちをサポートしている。約200年の歴史を誇る、名門大学の関連人物を挙げるには、困難を極めるが、 著名な歴代教師、卒業生を列記した。その中でも、モーツァルト時代に活躍したアントニオ・サリエリが、最も古い人物で、創設自絶大な権力を振るった。赤棚は、マヤラは以上が入試に必要な事項だが、z d 合格証明書に関しては2008年から義務付けられている。音楽能力に優れていても、この証明書が取得できず入学を断念する、留学生も、 少なくない。ZD とは国際ドイツ語検定の一種で日常的なあらゆる場面においてドイツ語で生活できることを証明する語学試験である。文法構造をよく理解し一般的なテーマの会話に参加できることが求められ、さらに簡単な状況を高等かつ文章で表現でき日常のテーマについての文章を理解できることが必要である。ZD は 世界的に通用し、職業においてもドイツ語の基礎能力を証明するものとして用いられ、また、ドイツ国籍取得の申請の際にもドイツ語の能力証明として認められている。ZD の取得は、ヨーロッパ評議会の設定しているレベル B1 の終了を意味する。また、ZD レベルでは、ドイツやスイス、オーストリアに様々な方言があり、使われる単語にも、 地域差はあることを理解していることも求められている。国立音楽大学私立音楽、大学公立音楽院私立音楽院、ABW 院私立音楽芸術大学、ありがとうございます。